それでは九州アスティーダ対日本生命レッドエルフ、今日の試合を振り返ります。さあ、そして今日の第1マッチはダブルス、森笹尾という2度目のペア、ただ WTT では2回優勝のダブルスに対しまして、塩見野村のペアが対戦しました。このペア、やっぱり野村と笹尾のやっぱりこの安定性というのが光りましたよね、はい、やっぱミスをしない力っていうのはやっぱベースとして持ってるっていうのは強みになりますね、はい、で対するじゃあ塩見と野村がどうかというと、はい、やっぱりこうそれぞれのに対応してくるわけですよ、はい、森と笹尾のこう戦術にですね、はい、ただやっぱり第3ゲームの最後のところももうきっちり笹尾が動きをいい動きを見せてですね、はい、攻撃を決めて非常にこう気迫あふれるプレーが目立ちました。さあ、そして世界19位 T リーグは2戦目の新ユビン、そして早田ひな世界ランキングは6位という対戦です。そうですね、もうこれは勝敗といえばですね、はい、やっぱり第1ゲームに尽きるなというふうに思いますね、はい、この点6のところから早田の逆転勝利、特にテンオールからの回り込みレシーブエースは10回ぐらいリプレイしてもいいなというぐらいですね、はい、本当に素晴らしかったですね、はい、で早田の流れになるかと思いきやですね、はい、それで第2ゲームをやっぱり新ユビン取るんですから、はい、本当に新ユビンも強いなと強さ見せました、はい、ただですね、第3ゲーム以降はやっぱりチキータで攻めていきたい新ユビンの心を見透かすようにですね、はい、早田が逆と攻めて早田のペースに持っていったのはさすが早田ひな、地元でいい試合を見せてくれてよかったと思います。さあ、そして、今シーズンといいますか日本初登場の新浪ミッテルハムは伊藤美誠対戦がありました。伊藤美誠選手もね、初めて前回はT リーグで柴選手に敗れましたけれども、はいはい、しっかりそこら辺はね、気持ちも技術も修正した感がありましたね、はい、やっぱり柴田選手同様にミッテルハムも右シェイクの攻撃型なんですけども、やっぱ自分のやりたいことで攻めていくという、ちょっとこう伊藤美誠が唯一単調になるようなパターンがあるんですけれども、はいはい、やっぱり相手をしっかり崩していくという本来の伊藤美誠の強さというのを遺憾なく発揮した試合で、さすがにずっと追いかけていく形でミッテルハムは、はい、試合をしなきゃいけなかったので、途中ねミッテルハムの素晴らしいこういうドライブもですね、はい、見れたんですけれども、はい、スコア的には追いつかなかったというのがゲームの結果だったんじゃないでしょうかね。ただね、国際大会でも数多くといいますか対戦しているこの2人なんですけれども、これからはまたTリーグでも対戦があるということで、いやこれは楽しみです。先ほどのね、はい、早田新郵便もそうですけれども、はい、やっぱワールドクラスのプレーがね、はい、この場で見れるというのは、はい、本当に今日は多くの皆さんが楽しんだと思います、はい、この伊藤の表情です。さあ、そして第4マッチは九州アスティーダのもう今シーズンのエース野村萌とそしてジャンホイの対戦になりました。ここで解説の中で渡辺さんがやはり九州アスティーダもこのまま敗れてしまうか勝つかによって全然明日以降展開が変わってくると。そうですね、一方の日本生命もこれ勝ち点4がかかってますからね、はい、2位争いとしてはね重要なポイントになってくると思うんですけれども、はい、その中でやっぱり野村が今季好調のやっぱ要因だったのは、はい、1ゲーム目取れそうでやっぱりこうジャンホイにぐっと逆転されて粘り負けしてしまいましたね野村、はい、ただその最後のボールのミスも攻め続けてので取られたわけですよ、はい、ですから僕はそのプレーを見て、あ、こんなもう1点が欲しいという場面でも、はい、ここでもやっぱ守りにならない野村のなんかこう強さというか好調さをすごく感じましたね。でじゃあかといってずっと打ち続ければ強気かというとそうでもなくて、はい、ちゃんと強弱をつけながらですね、はい、試合を進めれる。でその中で特に光ったのはゲームは後半になるにつれてですね、はい、やっぱ野村があっという間にこうゲームの決着をつけれるようなゲームメイクができたわけですね。このあたりも本当に野村の強さが出てよかったと思います。さあ、そして今日の試合暫定ですがここまでの順位表です。京都かぐやライズが待望の1勝を挙げました。勝ち点3、今日日本生命は結局 3-1 でしたので勝ち点は3ということで2位日本ペイントマレッツとの差を1としております。